皆さんこんばんは、MK です。ゼルダの伝説トワイライトプリンセス HD パート41やっていきましょう。今回も前回に引き続き雪山の廃墟の方を進めていければと思います。どうやらここは獣人のお家にもなってるっぽいんですよ。お家がダンジョンってどういうことと思う方はぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。リンクさっきから危ないな。そして今足踏み外してなかったか、大丈夫か、なんかつるっと滑ったようにも見えました。なになになに、え、なんで滑った、ちょっとでも雪があるところは滑っちゃうってこと。リンクさん、そのブーツには滑り止めついてないのか。うわ、そして敵復活するタイプね。なるほど。あ、縦アタック、これをうまく使ってあの氷の敵は対処しろということなんでしょうか。その前にそのキースだな。キースをしっかり倒してから、いや弓矢の方が確実か。はい、弓矢で、おお、アイスホッケーみたいになった。そしたらここも、はい、しっかり倒して、待てよ。え、どういうこと？危ない危ない、リンク。どうやって進めばいいんだ？このさ、斜めになってるところが、踏んじゃダメってことですよね。ってことは、あ、これ、あ、ウルフリンクの方がいいか、大前提。そうだな。人間体よりもウルフリンクの方が多分足を踏み外さないので、これで、進んでって、待って、これは？これをこっち側に行くと滑るんだよね。そういうことだよね。あ、白く、やばいこと言ってる。ちょっと待ってな、ちょっと待ってな、ちょっと待って。いや、食らうぐらいはいいや。で、ここ、食らうぐらいはいい。で、ここ待って。いけ、いいか、危ねえな、本当に。倒した？おお、よかったよかった。で、ここもじゃあ行っちゃダメだな。じゃあ、ここでジャンプ。危ない、危ない、リンク。ちょ、カメラがうまく動かない。落ち着け。で、ここも、はい、ジャンプ。で、まずは、そこの宝箱、開けていきましょう。よかった。はい、中からは、ハンコ！え？ちっちゃい宝箱もハンコってあるのか？なんだ、でっかい宝箱しか、ハンコはないと思ってた。よーし、じゃあこちらは、コンパスだったら嬉しいなというところでございますが、はい、中から出てくるのは何でしょうか？来たー！コンパスありがとう！多分ね、中ボスを倒さないと、ここ限定のアイテムはゲットできないかと思います。そして、マップで見るともうこのフロアはないですね。うわ、さっきのフロア取り逃しあるな。だとすると、先にそこ行くか。そうですね。っていうか、もう一旦ここは戻るしかないので、フックショットを使って、あちら戻っていきましょう。その青いところいけるよね、フックショット。オッケー。なんか、赤がね、これまであったやつですけど、青も関係ないんですね。多分、そこのこう雰囲気に合わせて色が変わっているというところだと思いますが、ちょっと待てよ。まず、君を切って、あ、落ち着け、落ち着け。君たちこれ2回叩かないと倒した判定にならないんだよな。はい、オッケー。で、もう一体は、ほら、で、マップを見るとこのさらに奥、そこか。うわー、これ砲台でなんとか氷を割らないといけないパターンですね。砲台この辺にあったか。あれ、なくね。ちょっと待てよ、そこ割れるかな。ん、そこにつながる道を割ったりできるってことか。落ち着け、落ち着け、落ち着け。リンクさん、マジか。あ、いけるわ多分。9、あれ、45度回せる。落ち着け。まずこれをここに入れて、そこなんだよね、右側のやつ。あの氷をと、あの、壊したいんだが、ちょっとまず君たちややこしいから一旦叩いちゃう。ちょ、弓矢の方が簡単か。で、大砲じゃなくて爆弾だな。爆弾をこの中に入れて、まずは、前回と同じようにここの2枚を、はい、壊しちゃう。ただこれだけだと宝箱は取れない。ん？こっちか？こっちに傾けて、いや、でも、壁打ってもしょうがないよな。どういうことだ？大砲もう一個ある？もしかして、いや、ないよな、ないよな、ないよな。そう、45度動かせないんですよ。多分これ入れてさ、微妙に角度を調整してる最中に、なんとかしろってことなんだと思うんだけど。いや、そうだよね。この上とか登れないもんね。だから、爆弾入れて、砲台がポーンって出るタイミングの時に、ちょうど45度ぐらいになるように、リンクが押す。多分それが正解だ。いきますよ。爆弾入れるでしょ？入れたら、これを、こうして、違うな。え、今のは？今のってもう動いてすらいなかったよな。時間がかかってただけ？ちょ、もう一回やっていいか？あ、だいだい、リンク。こちらを、はい、入れる。で、爆弾入れる。で、これを回す。あ、回せないわ。
ってことはやり方違うな。他の方法で氷を壊さないといけないってことか。そんな方法あるか。まあとりあえず一旦じゃあこっちの広場に戻りましょう。広場の方でも取れていなかった宝箱があったので、それをゲットしたいと思います。待てよ。一旦ウルフリンクになって、その辺に埋まってたよな宝箱。この辺多分 MK さんが取り逃してる。待てよ。ほらほらほら、この辺だ。あるんだろ。あった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 。わかりづら。これでしょ。いや、これはわからんわ。コンパスがないと。はい、中からは何が出てくるんでしょうか。小さな鍵だと嬉しい。おお、必須。ありがとう。で、これ危ないな、こいつ。こいつ何なんだよ。で、大砲。いや、弾をここに持ってくることはでき、あーっと小さな鍵。あ、弾あったわ。なるほどね。ここの扉さえ開けられれば、弾を持ってこれるってことか。いや、待てよ。その右の装置はなんだ？それを使うんじゃないのか？これ何？これ。え？掴む。はい。で、下ろす。あ、わかった。この中に弾を入れて置いて、で、向こうでガッチャンってやれば落ちてくるんだ、弾が。なるほどね。わかったけど、ちょっと待てよ。その前に、こっちは大丈夫か。この上は、一応行けそうなところは行っておこうか。え？外出るのかな？はい、はしごを登っていきます。何？何？あー、ダメだ。あー、氷のモンスターがいる。この上もまだ行けませんね。そしたら、ここにセットした状態で外に出て、あ、やっぱそうだわ。何この弾を移動させるためだけの機械。どういうこと？いる？二人いればね、扉を誰かが開けておけば簡単に担いで持ってこれるとは思うんですが。で、あった、リンク。足元大丈夫？それ砂みたいに埋まっちゃうんじゃない？時間で。大丈夫か。特に気にする必要はないですね。そしたらこちら、爆弾入れて、よし、行け！誰？うわー、出たー。ちょっと遅いね。ラグがあるね。で、宝箱の中開けていきましょう。ここの中、おー、爆弾補充ありがとう。ってことは、正規ルートは反対側か？毎回こうやって、弾を持たないといけないのはちょっと面倒だね。で、いや、そうだよな。左と右は壊せるもの特になさそうなので、はい、こちら入れて、あの氷のモンスターだな。これ、あらリンクさん、それをこの大砲で倒していきましょう。いや、ほんと、ブレスオブザワイルドのあの、ユンボーの仕掛けを思い出しますね。ユンボーがさ、あの、ガーディアンに見つからないように上まで、ね、一緒に行くみたいなミッションあったじゃないですか。はい、そしたらこちら入れて、氷のモンスター倒していきましょう。いけ、オッケー。ちょっと怖い。え、上にもいるけど、あいつは、無理か。そうだね、斜め方向は無理。ちょっとリンク！いやでもこれ、扉はね、大人リンクじゃないと開けれないから、一旦あの狼たちは無視して、このまままっすぐ進んでしまいましょう。で、あれ場所合ってる？ここの奥が、あ、合ってるけど、何？こんにちは。え、絶対あなた動くよね。動かない？動かない？え？なんか揺れてるよ。もうじゃあ動かないんだな。行くからな。動くなよ。行くからな。いやもう動くじゃん。絶対動くよ。だって動くじゃん。ほら、もう、真後ろ。いるって、そいつ絶対動くってリンク。うわぁ、え、後ろのやつが、手前の甲冑壊した。なんだあいつ。え、そんなモンスターみたいな見た目だったか、さっき。よくわかりませんが、とりあえず倒していきましょうか。あー、ハンマー持ってる。どうすればいいんだ。あ、上か。上のフックショットで。避けろってことか。ちょ、待て。まずは、あ、爆弾じゃない、リンク！やばいことした、今、リンク。ここで、フックショットを使って、そっちに移動、ナイスよ！で、待って、後ろにも、大体！何？え？めっちゃ攻撃、あ、そういうことか！今がチャンスだったんだ！わからんって、それは。そしたら、あ、これ、網だったらどこでも行けんのか。もうちょっと近づいたらだな。そうだね。もうちょっと距離詰めましょう。はい、いい感じ。これぐらいで、はい、向こう。痛えなー。そりゃもう運だろうが。あ、いた。はい、あれ？いけない？これ。尻尾？ほら、あ、いた。うわ、ちょっとシビア。何それ？いって。ちょ、待って、体力やばすぎ。一回スープ飲もうか。かぼちゃスープ、もらってるんで、こちらを飲んで回復したいと思います。で、
待てうわ今のでフックショットの場所を空き瓶で上書きしちゃってるわ。何やってんの MK さん。で落ち着け、リンク上に行って、あ解除アップ終わった、オッケーナイス。で後ろに回って、オーラオーラオーラ、オッケーいいぞ、連続入ってる連続入ってる、まだいけるリンク、まだいけるまだいける、あーくっそいてで待て反対側ぐるっと回って、あこれでもいいんかい、なんだえこれじゃダメやっぱり、あフックショット使わないとダメっぽい。じゃあもうちょい距離詰めるよ。うわこれ何が正解なんだろう、これくらい運だよ、いいって運だろそれ、当たるか当たんねえかは運だよ。でうら運だ、よしナイス、運が良かった。で縦で、はい、ハンマーをガードして、で後ろに回って切っていく。本当はなんか外も切りみたいなやつがうまく決まった方がかっこよく倒せたんでしょうけども、いいんですよ倒せれば何でも、 MK さんは割とゴリ押しタイプなんで。あー倒れた、え待ってこれさ思い出したわ MK さん、確かこのハンマー、おーかっこいい、なんでこういう時だけ決める、誰も見てないのに、そうこのハンマーがここの限定アイテムなんじゃなかったかリンク、えこれ宝箱、うんうん、反対側ね、びっくりした、急に暗くなったかと思った、これだよね、来たー、チェーンハンマーを手に入れた、凄まじい破壊力の巨大な鉄球、 YXR にセットして振り回せば破壊力のある一撃を放つことができる、これで氷を壊せってことか、なるほどね。そしたらじゃあ3階の鍵を取りに行きましょう。前回は奥さんが間違えてて、とあるカボチャをね鍵だと思って取りに行く羽目になりましたので、今回はねそういうことがないようにしまう。うわーこれでっこ、怖リンク、え何それこれ攻撃力どれぐらいあるんだろう、それも気になるところではありますが、はい、えとあるヤギのチーズを手に入れた、とあるヤギのミルクから作られたチーズ、おいおいおい奥さん、天然もこれぐらいにしといてくれ、おいおいまた食い物かよ、自信なさそうな言い方だったから嫌な予感はしてたんだよな、仕方ない、他にも心当たりがありそうだったし、また聞きに戻ろう。ちょっと奥さん頼むよ、可愛いから2回までは許しますけど、3回目以降はまあ可愛いから許そうか、ということで、これ普通に戻るしかないよね。あおばちゃん使えばとか、いや関係ないか、そうだね、おばちゃんは今ここに今いる場所に戻されるというやつですので、逆に今使わない方がいいでしょう。そしたらこれ雪深いとこはあんまりリンクで行くと良くないですよね。あでハンマーでその横の壁とかも壊せそうだけど、まあまずは一旦奥さんのとこ戻ってからだな。奥さん、ヤギのチーズが入ってたんですけども、しかもどっちもとある村さん、私のふるさとです、思い出させてくれてありがとう。あリンクさんどうでした、えチーズですか、いやだわ、主人が移し替えたのかしら、あくまでもあなたのせいではないと、一体どこにしまったんだったかしら、思い出せない、ごめんなさい、パッと思い浮かばないので、先にチーズを主人に渡してきてくださる、なんとかその間に思い出せるように頑張ります。わかりました、まあこれでやっとスープも完成するってことかな。かぼちゃの最初が作りかけのスープで、前回が普通のスープだったよね、多分これでなんかデリシャスなスープみたいになるんじゃない。悩んでる、パンチが足りんの、匂い、おめえ何持ってるだ、また無理やり出す気か、おい、いや言われれば出すから、そんな無理やり取らないで、おお隠し味にぴったり、はいかぼちゃのスープにチーズを入れて、あとはじっくり煮込めば出来上がり、ほれちょっと食ってみろ、おじゃあ食ってみますね、おお美味しそう、何なんかこんがりいいですね。空き瓶を、そしたらまあ R かな、 R にセットして、こちらすくっていきましょう、どうでしょうか、極上のスープを瓶にすくった、チーズが入ってまろやかになった、 YXR で飲めばハートが8つ回復する、8つ強っ、じゃあ一旦これ飲んでもう一杯いただいていいですか、これ無限にいただける感じだよね、よかった、いや美味しそうだな普通に、はい極上のスープまたまたゲット、そしたら間違って使わないように、はい R にはフックショットをセットして、いやちょうどなんか魚も溶けてきてていい感じじゃない、ちょっとリンク中入んないようにね、危ないよ、リンクも出しにされちゃうよ、ということでかぼちゃとチーズ取ってきましたけども、そろそろ本当の鍵の場所を教えていただいてもいいですか、あリンクさん思い出しましたよ、忘れないようにってわざわざ寝室のすぐそばの部屋にしまったのに、結局忘れちゃってたなんて私恥ずかしいわ、まあ可愛いから許すよ、なるほどね寝室ね、ほらここです、この印の場所なんです、ほう左奥、しかも2階か、
まあまだ全然行ってないところですね。ポーもあと2体いるみたいだからそれも見つけたいんですが、ここに必ずあるはずです。お願いします。必ず言ったな。信じるからな。今度違ったら、まあ可愛いから許そう。ということで、そしたらここは、あ、初めて行くところですね。ハンマーが使えるようになったので、あ、さっきの宝箱先取りに行くか。ありだな。そうだよね。あ、でもここもたいや、さっきの宝箱先取ろう。そうしましょう。忘れないうちに。さっきの道がこっちですよね。ウルフリンクで進んだ方が早いかな。ちょっと待てよ。宝箱が、まあまあまあいいや。とりあえずウルフリンクになりまして、この右側とかも気になるけどな。多分まだ取ってないよ。取ってないのいっぱいあるよね。また帰ってくることになるんでしょうか。だとしたら無理やり今来る必要もなかったような気もしますが、分かっている時にやった方がいいからね。はい、リンクさん、ここの右側、そうそう、あそこあそこ、ここをハンマーでおりゃ壊していく。きたー。たか危ないよ。後ろの氷のやつに気をつけつつ、ルピーかな。あー、ルピーか。ちょっとルピーそろそろカンストすんだよな。今さ、財布の大きさ的に1000ルピーまでしか持てないんですよ。なのであんまり、え、このハンマーのマークは何？あ、鉄球があるってこと？ん？あ、多分そういうことだな。あ、鉄球が落ちてる場所にこのハンマーのマークがついてた。ハンマーのマークでもないんだな。ってことは MK さんが勝手にハンマー、いや、ハンマーに見えるけどね、鉄球には見えないよね。そしたら待て、ここさ、うわっ、復活してるわけじゃないか。先に壊すか。いや、よくないな。もう今は、今はとりあえず無視して、ちゃんと言われた、いて通りの道順で進んでいきましょう。そうだね、ここのマップにも他に何も宝箱とかはありませんので、右側必ずって言ってたからな。奥さん頼むよ、今度こそは。で、あ、よく見たらこの扉にもハンマーのマークが書かれてんのか。これハンマーか。ん？槍が4つ交差してるみたいにも見えますけど、いや、言うてハンマーのマークだよな。で、わあ、待て、何？君が持ってんの？宝箱。どうなんだろう、わかんないけど、とりあえずここぶっ壊して、中のこいつどうやって倒す？うわ、なになに、びっくりした。ドアップにしないで、怖いから。怖い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 。怖い怖い。てか、リンク、これ持ってるとめちゃくちゃ歩くの遅くなるね。おら、いけ、ナイス、いけるか、リンク。オーケー、ナイス。2発。で、あれ？そこ、うおお、引きでも壊せんのか。いけ、引きで、あー無理か、中入る一回。いや、いけるぞ、リンク。オッケー、ナイス。ハンマーだったら一発なんだな。あれ、中で何か出るわけでもないのか。うわー、またいる。ちょっと待てよ、これ MK さんが今行きたいところここか。そのもう一個反対、あー無理か。だリンク、リンク、リンク、落ち着け落ち着け。ちゃんとこの氷の息吹の場所を見つつ、ほら、で2発で倒せる。なぜ1発目ひるむのか分かりませんが、 OK。 で、引きのとこでこいつらも倒していく。素晴らしい。で、あれ、待てよ、扉がいっぱいある。何が正解だ。扉がいっぱいあるんだが、そこは、うわ、それはでも反対側からしか押せないな。ってことは宝箱の場所的にはここの下なんだよな。一回ここか、これをこう、いや違うな、あれ、落ち着けよ。大砲なんで、弾なんてないぞ、大砲の弾。ここ今さ、1階に宝箱あったよね。場所的には、あ、ここじゃない、もうこっちか、ここの下。ここの真下、あー、ここの下だ。どうやって下行くの。さっきのとこ道あった、あ、なんかここの床抜けそうじゃない？ここだけなんか4個違くない？ハンマーか？ハンマー持って。うわ、あ、やっぱそうだ！いや、MK さんよく見てる！よかったで、うわ！必須だったじゃん！マジか！ありがとうございます。これどうやって帰るの？そして。フックショット？フックショットで帰れます？上、あれ？あれ？リンクさん？これどうやって帰る？そっち側。いけないっすよね。あ、リンクさん？これ帰り道がないっす。ちょ、これか、帰り道がないなんてありえないよね。上のフックショットじゃないの？あ、あった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 。びっくりした。積んだんかと思っちゃったじゃん。ということで、ここの宝箱も回収。そしたら、うわ、なんかさ、そこ、端っこ？一番下のところにも宝箱あるな、2階の。うわ、そして1階の入り口左右宝箱あるな。
気になる。あーでもここ小さな鍵がないと進めない。まあじゃあとりあえず行けるとこ行くか。全体的に回ってボス部屋の直前ぐらいにね、全部の宝箱を回るようにしましょう。で、うわ、またいた。こいつハンマーだったら一発とかある。うわ、一発きたーハンマー強。で、え、なんでまだ敵の音してる。もう大丈夫。で、ここも壊して、はい、フックショットの印が出ました。え、何、え、そこなんで注目できてんの。キース、え、キースがいる。そこ全然見えないんだけど。とりあえずフック、え、これどうやっていくんだ。あ、ハンマーをそこ投げて、うーわ、何それ、面白。なるほどね、この反動だ。はい、反動に乗って、あ、危ない、リンク、あ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 、キース来てる。あ、ぶね、よう来た、よう来た、リンク、おらいや、それ今注目なかったら分かんなかったわ。ということで小さな鍵ゲット。今注目なかったらこれハンマーで動かすなんて思いつかないよね、みんな。え、これか、あ、帰りフックショットでよかったっぽい。リンク、リンク、リンク、変なことしないで。で、こう来て、オッケーオッケーオッケー。あ、一応振動が収まってもフックショットで帰れるように罪防止はできてるってことね。よし、ということで小さな鍵ゲットしてきましたよ。さっき、え、なんか大砲気になるけどな。どっかに弾があるんじゃないの。弾？いや、ないよな。うん？まあまあまあ、後でまた手に入る方法があるのかもしれません。ということ。え、違う。あ、弾絶対ここじゃん。あ、なるほどなるほど。わかった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 。ここがさっきんとこ繋がってんだ。で、弾を移動、ん？あ、そういうことだよね。そういうことだよね。これを移動、なあ、来たーはい、さっきのところ。そしたらこれを持って、あれ？リンクさんさっきより軽やかに持ってる？そんなことない？あ、一回これ置いて、掴んで下ろす。いや、この仕掛けも面白いな。いろんなところに弾を運べるってことね。で、ここに置いたら向こう側行って、あ、ちゃんとこの、あれだね、向こう側で何が起きてるとかも保存されてるんだね。こっちのマップ入ったらもうさっきのマップとかは読み込まれてないのかと思ったらね、弾がちゃんとあるっていう情報は記録されてるまあそんなゲームのね、内部的な話はいいとして、はい、これを持って上に登ればさっきの大砲が動かせるようになることでしょう。ただなんか周り全体が氷なのか、どの方向が正しいのかいまいちわからんな。これまっすぐ打ったらぶつかりそうじゃない。だとしたらここ入れてこっちじゃないか。リンク正解は、はい、こっち側に移動させて、だよね。爆弾いきますよ。ラインにセットして爆弾を入れる。どうだ、これで外壁が、え、あ、全然ダメだ。反対側、あ、こっちはもう大砲でぶっ壊れてるってこと。え、ってことは左右か、やっぱり。もう一回行くよ、リンク。ちょっと正面無理だったっぽい。え、これまだ使わないのかな。持って、はい、またここに入れて、あ、じゃあハンマーじゃない、ハンマーじゃない、リンクさん何やってんの。爆弾を入れる。これで壊せるの。ぶつかりそうじゃない。ほら、ぶつかるじゃん。え、反対もぶつかるよね。ってことは一応試そうか。え、こっちなの。こっちなんもないぜ。こっちなんもないよ、こっちこそ。いや、でもん、弾がここまで持ってこれるようになってるってことは絶対意味がある大砲なんだよな。はい、いや、これも多分ぶつかるね。まあ一応ね、うん、オッケーオッケーオッケー、ぶつかるってことが分かりましたと。で、こっち側は、え、待って、これ待って、大前提だよ、ハンマーで先に壊すとかじゃないよね。これそれだけ確認していいか。ほら、あ、シンプルに落ちる、リンク。あ、待って、これシンプルにできないかも。ん？あ、できないわ。オッケー、わかったわかったわかった。たださ、そっち側はさ、なんもないんだよな。はい。いけ！大砲！何が起こる？ぴょん！で？ん？なんだ？え？でも今なんかムービーみたいになってたよな、一瞬。そこに弾が落ちると何なんだ？え？え？ここに弾が落ちたら何なんだ？まあいいや。とりあえず、無視して進むか。え、無視して進むっつったってどう進むんだ？マップ見て、1階2階だから、さっきの、ん？待てよ。ん？無視して進むっつったってどこ行きゃいいんだ？さっきの弾が、え、弾があるところから向かえってことだよな、これどう考えても。
え、だとしたらここの仕掛けを解かなきゃいけないぞ。ん？はい。上来た。あ、リンク。そこの、ここに何か先にしとくってこと？弾持ちます。いや、でも完全にムービー入ったよな。だから合ってるんだと思う、やろうとしてることは。ハンマーで、待って、この大砲の位置が移動できんのか？待て。ハンマーで、ほら、違うな。ハンマー関係あるかな？上？あれってハンマーでなんとかなんの？これで、いや、ならないだろう。このさ、鉄のブロックを向こうから押してきた。あー、わかった。わかった、わかった、わかった。ってなると向こうだ。いや、むず、あ、てか、小さなか、あー、なんだよ。小さな鍵持ってたんだわ。ごめんなさい、MK さん。こっちです。はい。小さな鍵を使ってませんでした。で、これ壊す。ん？あー、フックショットね。フックショット、あ、戻ってきた最初のところに。で、え、これ、上来れんのかな？あ、今のでフックショットのやつ壊したから、下からでも上がれるようになったって解釈で大丈夫？だとしたらもう MK さん一回降りてもいいな、これ。あ、危ないよ、リンク。ちょ、マジで危ない、あいつ。マジで危ない、あいつ。ちょ、落ち着け、落ち着け。マジで危ない、こいつ。槍投げてくる。落ち着けよ。おら、おら、あー、嘘！まあ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 、フックショットで戻れるか。で、その前に、ここに宝箱が2つあるんだ。さ、どこ？ここ。君？ハンマー。おお、来た。うおおおお、なんか出てきたけど。はい、君し、ちょ、な、な、何してんリンク。ちゃんと倒してくれ。おお、え？ 100 ルピー？ 100 ルピー。うわ、カンストした。最悪。カンストしたわ。マジか。どうしよう。え？ちょっと、これ邪魔なんだけど。ああ、壊せた。うーわ、100ルピーカンストした。マジ？これルピーっしょ。あ、ハンコだった。ハンコだったらいいけど。いや、ルピーだったらこれ本当にこっから意味ないぞ。どうしよう。何にしよう。でももうお金使い道ねえんだよな。アゲハちゃん、マジックアーマーで使うか？うわー、10ルピー。ちょっと待って。さっきからお金がマジで損になってる。かー、でもしょうがねえんだよな、こればっかりは。そしたら、あ、2階あそこに宝箱あるっぽいぞ。まずは、はい、ここ上に登って、フックショットで、はい、そこ、え、だ、ね、え、なんか今、一瞬ガキみたいにならなかった？気のせいか。で、え、宝箱が？あー、そっちね。そっちね。ちょっとむずいこと言うんだ。なるほどね。まず、行って！待てよ。まず、え、どこ行った？あいつ落ちたわ！あいつ落ちた！やった！おい、リンク、とりあえずここ来た。で、え？あー、宝箱あるー。マジかー。あそこ行くのちょっと、あ、だ、と大変そうなので、一旦今回はこれぐらいで終わっておきましょうか。じゃあ次回は、あそこにある宝箱を取るところからやっていければと思いますので、ぜひチャンネル登録と高評価をして次の動画をお待ちください。ということで今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方、ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。ハンマーかっこいいけど、ちょっと重そうだね。